東急バスエバラ営業所。東急バスエバラ営業所は、東京都品川区二葉四丁目27番1号に位置する東急バスの営業所の一つ。品川、大田の両区と第二京浜国道、国道1号上の路線を担当する。同社内での営業所略号は、E。現在の東急バスになってからまとめられた、社市、東急バス10年の歩みによると、 開設日は1948年、昭和23年6月1日となっているが、戦前にも同名の営業所があり、その歴史は昭和初期まで遡る。目黒蒲田電鉄は1927年、昭和2年7月、大井町線を開業させた。そこで、大井町線に並行する道路に、バス路線を設け、鉄道の営業を防衛するという意味を込め、 メカマ電鉄は自社での乗り合い自動車事業に参入することになる。こうして1929年6月、メカマ電鉄は東京府江原町の現在地資金に車庫を確保し、バス、大井町線の運行を始めた、工術。翌1930年、昭和5年には江原町車庫を確に、孫目を経由して池上方面へ向かう路線が開通。江原町線の基礎となる。 また、江原庁舎湖より西にも路線があり、大岡山駅や仙俗駅、目鎌電鉄の前身の電園都市会社が手掛けた、仙俗電園都市にも乗り入れていた。一方、目鎌電鉄大井町線が開業する前年の1926年、大正15年、東京府大井町で創業したのが、城南乗り合い自動車である。大井町では、大井の大仏として知られる、 両玉院が1922年、大正11年に、東京市下役から移転してきた。その後先に、芝区高輪から移転した、如来寺と合併するが、合併後に増えた、参拝客の足を確保するため、乗り合い自動車の構想が持ち上がった。そして、1926年に大仏と倉田の間で、運行が始まったものである。ちなみに、倉田というのは、 現在の大井町駅の南側、品川区大井四丁目付近の九丁目である。1939年、昭和十四年、城南乗り合いは、メカマ電鉄に買収され、子会社となった。メカマ電鉄バス、エバラ庁舎湖は、メカマ乗り合いの時代を経て、メカマ電鉄に戻され、新名営業所と名前を変えていた。新名というのは、営業所のある、 品川区二様に古くからある上、新名天祖神社と、下新名天祖神社に由来するもので、これは、東京大井町線下新名駅の駅名の由来でも、ある。1942年、昭和17年、メカマ電鉄の後ろ身の東京横浜電鉄を、中心とした、戦時統合私鉄東京急行電鉄、大東急が発足する際、城南乗り合い自動車は大東急本体に、 九州合併され解散した。城南の合いの営業所は営業エリアが被っていた、新名営業所に吸収され、大井町線の基礎が出来上がった。本土空襲により壊滅的な被害を受けた東京、山手線外の復興を担うため、GHQ は都内の主要道路から都心、特に東京駅へ直通するバス路線を新設するように指示していた。東急は、 同じ品川区にあった中野部営業所と東京都交通局都営バスの共管で雪が谷線を新設。池上営業所の池上線がこれに続き、新名営業所管下でも都心直通路線の要望が出た。こうして新名営業所の前を走る第二京浜国道を経由して東京駅直通のバスを運行することが企画された。1950年。 昭和25年、東京駅久我原、現、池上警察署間で、都営協管の玉川大橋線が運行を開始する。また、久我原から先は、東急単独で、横浜駅まで運転され、横浜線となった。一方、大井町線は1951年、昭和26年に、戦前の目鎌電鉄の路線と、城南の利合いの路線をつなげた。 循環線として復活。江原朝線は、薄田坂を降りたところに設けられた大田区役所、現、大田文化の森を良しして、国鉄大森駅へ向かうというルートに変更されて、再開、現在の路線の基礎が早くも完成した。1960年、昭和35年3月25日、新名営業所は、江原営業所と解消された。この頃には、 横浜線が鶴見駅までの運行となり、鶴見線と改められていた。また、玉川大橋線の変形として、五丹田駅川崎駅間の五丹田線が誕生し、主力となっていった。1968年、昭和43年の都営地下鉄、浅草線に島込開業で、完全並行となった玉川大橋線は、存続の意味を失い、都営が撤退して廃止。 五反打線に吸収される。1981年、昭和56年、中野部営業所の閉鎖に際してエバラは、まごめ順感線を引き受けた。1984年、昭和59年10月1日、東京都区内バス共通回数券の運用を開始。共通回数券は10年後の1994年、平成6年10月1日に、バス共通カードへと発展。 そして2007年、平成19年7月25日、江原営業所所管路線にパスモが導入された。2010年、平成22年4月1日、営業所建て替えのためまご循環線が池上営業所へ移管される。それと同時に、一時的に江原町線と TOC シャトル、品川水族管線が目黒営業所へ移管となった。 旧メカマ電鉄以来の伝統路線である、江原町線が、江原営業所の手を離れるのは、路線開設81年目にして、初めてのことだった。しかし、目黒に移された後も大森駅からの、出入小便だけは、江原営業所まで運転で、目黒営業所もよりの清水と江原営業所の間は、営業運行ができず、すべて改装扱いという不便さを伴うことになった。その後、 建て替え終了後の2012年、平成24年10月1日、ま込循環線を除く3路線が江原に戻される。ま込循環線は引き続き、池上が運行。2013年、平成25年現在は、一般路線に限れば、ま込循環線を引き受ける前の1970年代後半と、ほぼ同一の規模になっている。大井町駅から西へ向かう路線。 二葉町内を横断して、江原営業所へ向かう、伊例一系統と、西大井地区、かつての伊東町界隈を経由して、西大井駅に至る、伊例5系統の2系統からなり、品川区大井市から5丁目、二葉、西大井の地域輸送、JR 京浜東北線、臨海線大井町駅と、JR 横須賀線、湘南新宿ライン西大井駅を結ぶ、鉄道を単輸送、小野学園、 とも遊学院への通学輸送、ニコン大井製作所の通勤輸送など多彩な役割を持つ生活路線である。路線の北側は、目黒蒲田電鉄が最初に開通した路線、南側は1939年、昭和14年に、同社参加となった、城南乗り合い自動車の路線が起源という古い歴史を持つ、前日、新名営業所に多い町駅。 伊藤町新名営業所という大回りの循環路線として1951年昭和26年3月に開業して以来、大井町循環線として運行されていた。当時は営業所を起点に内回りを伊藤町回り、外回りを二葉町回りと呼んでおり、大井町駅からの利用者には極めて不親切な状況であった。その後、車両制限令の適用により、 運行が不可能となる区間が生じた。この法令は1966年昭和41年8月1日から路線バスに対しても適用され、東急でもいくつかの路線で経路変更や区間廃止を儀なくされたが、ことに大井町線に関しては様々な右与曲折が見られた。同線における停職区間は現在すでに廃止となっている品。 鶴仙伊勢の西大井六丁目付近であった。各方面と協議の上、この区間の道路を一方通行化することで、その後も循環一方向、外回りの運行を継続させることはできた。また、内回りの代替系統として、江原営業所大井町駅原小学校、原大井原町間の折り返し運行を開始することとなった。ところが、玄小学校付近に新設する、 天候常用地の買収が進まず、制限令適用日までに、同系統の新設が間に合わない事態となった。これに対し、沿線住民による猛烈な陳情があったことから、暫定的な措置として、伊藤中学校、現、伊藤学園停留所付近から南へ少し入ったところに、西大井三丁目停留所を設け、江原営業所大井町駅西大井三丁目間を、路上折り返しで、 ひとまず運行させることとなった。県案となった現小学校までの系統は、そのま間もなく新設されて、大井町線の主力系統となった。1986年4月3日、西大井駅の開業により、同駅まで延長された後、循環路線等が整理されてこちらだけが残ることとなった。1989年、平成元年6月16日に、 西大井川の区間便として、異例後系統が新設された。その時は、ラッシュ時のみの運行であったが、2000年3月16日に、運用効率化のため大井町駅を境にした、系統分割が実施された際に終日運行となった。これに伴い、異例市系統は、全便大井町駅江原営業所の運行となり、現在に至っている。ほぼ全線にわたり、 福音の狭い道路を通るため、中型車限定で運行されている。主に第二京浜、国道1号を走り、五反田駅と川崎駅を結ぶ。東京都内にある、東急バス営業所が所管する路線で、神奈川県に乗り入れるのは、東路線の他かせた営業所の、遊園地線、多摩11系統の小杉駅東発着便のみとなっている。日中時間帯でも、 毎時6から7本の本数が確保されており、他の路線と接続するバス停も多く、利便性の高い路線と言える。五丹田駅に島ご名機関では、道路直下を走る、都営地下鉄浅草線と完全並行してるが、第二景品は、道路幅が片側三車線と広いために運行も、比較的スムーズで、この区間の利用者も多い。五丹田方では、玉川大橋経由、 川崎方では、遠藤町経由と案内され、通称、土手回りで、東芝科学館前、2007年3月31日まで、小向井交番前、河原町団地前で、経由地が違う高津営業所の川崎線、川31、川33、川34系統と川崎芝須上平間、営業所の小向井線、川7系統、通称、新名町回りで、 川崎駅、西口北、河原町団地前くみ行き小学校前館で、経由地が違う川崎市バス新名町線、川74、川75系統と区別されている。昭和30年代の初め頃に開通した路線で、川崎駅発着便の他に、五丹田駅鶴見駅東口という運行が存在していた時代もある。これが初代の半例に系統で、 1981年、昭和56年5月に廃止された、工術。その後、1989年5月16日に2代目の、半例2系統が、五丹田駅池上警察署の折り返し便として、新設され、同区間で深夜バスの運行も始まった。2007年4月1日より、川崎駅の乗り場が、東口から、ラゾー川崎に隣接して新設された。 西口北バスターミナルに変更となった。2018年4月1日、川崎駅、西口北のバス停名が、川崎駅、ラゾーナ広場に改称された。都県境をまたぐため、いくつかの区間ごとに異なる運賃を採用しており、本門寺浦、玉川大橋の両邸理所がその境界となっている。前払い制であるため、御丹田駅まごめ中学校前から、 川崎駅行きに乗車する場合と川崎駅三ゆ公園前から五丹田駅行きに乗車する場合には運転士に校舎停留所を申告して運賃を支払う。2006年11月現在の各停留所間の運賃は右の通りである。東京都シルバーパスの有効区間は五丹田駅玉川大橋間となる。判例には道線の深夜バスを中心とした系統で 池上警察署を奇襲点とする便がこの番号を名乗る。平日のみ、五丹田駅池上警察署及び池上警察署江原営業所間でシニアバスが運行される。五丹田駅では山手線内回り最終電車と接続しており、都営地下鉄浅草線の運行が終了した時間帯における沿線の貴重な足となっている。なお、戸越銀座停留所の最寄駅は、 東急池上線、戸越銀座駅ではなく、都営地下鉄浅草線、戸越駅であり、戸越銀座商店街北口という位置にある。また、矢口小学校停留所と、東急玉川線、矢口渡る駅は、約300メートルほどしか離れていない。京急川崎駅へは、ソリッドスクエア停留所が近い、川崎駅、ラゾーナ、広場駅でその旨が放送される。その一方で、 川崎市バスは、ソリッドスクエア前ではなく、川崎駅、ラゾーナ広場の手前で、京急川崎駅への乗り換え案内が流れる。大森から池上通りを経て、馬込地区を結ぶ。大田区南馬込、中馬込、北馬込の地域輸送を担うほか、池上営業所の上池上循環線とともに、利口本社、大森事業所の通勤輸送、都立大田桜台高校、9、 都立南高校への通学輸送、メガドンキホーテ大森産農店、旧大新百貨店の買い物客輸送といった役割も受け持つ。森02系統が基幹系統となっており、本数も多い。かつては大森総社所満福島絵間の折り返し運行となる森01系統も設定されていたが、1993年、平成5年3月15日付で廃止。 森礼に系統に一本化された。満腹寺前にあった折り返し書も現在はなくなっている。終点付近の三本松江原町駅入り口間は、時計回りに循環して、大森方向に戻る経路となっており、一部区間で間七通りを走行する。途中の孫目第三小学校や夫婦坂などから、江原町駅入り口、孫目北大園へ乗り通すことも可能である。なお、 1998年に、蒲田へ移転した大田区役所へのアクセスを確保することを目的として、1999年、平成11年4月1日付で、蒲田駅大田文化の森江原町駅入り口間に、鎌15系統が設定されたが、都営浅草線に島込駅と蒲田を直結するバス路線を望む住民の声に応えて2017年、 平成29年3月1日付でリニューアル。森ー1の系統番号が24年ぶりに再登場した。森ー2系統は原則として大型、または中型ロングノンステップバスで運行される。メカマ電鉄エバラ庁舎湖以来の縁で、戦後も新名営業所エバラ営業所が長年所管してきたが、2010年。 平成二十二年四月一日には、江原営業所の建て替え工事に伴い、目黒営業所へ、一貫、移管された。しかし、工事終了後の二千十二年、平成二十四年十月一日に再び、江原営業所へ戻されて、現在に至る。目黒営業所の所管時代は、路線エリアの地域が、目黒営業所から遠く、目黒営業所からの営業上の出入困行が、できないので、 出入庫系等に限っては引き続き、エバラ営業所発着で運転されていた。車両はそのまま運用し、サービスクルー、運転手を交代する場合、多くはエバラ町駅入り口で行う。乗務員はエバラ営業所とエバラ町駅、入り口バス停間を、どこか営業所の自転車で移動する。品川水族館の開業に合わせて、1991年、 平成3年10月19日に運行開始。同じく品川区に幅広い路線網を持っている京浜急行バスとの共感。東京特殊車体制のレトロ調ボディを持つ椅子図製の専用車が使われていたが、老朽化に伴って引退し、2006年平成18年より2代目専用車が登場した。仙台専用車は収容力に限界があり、脱客時には 一般路線用の中型車が重当されることも多くなっていたため、この教訓を生かし、二代目専用車は、イスズエルガミオをベースに塗装を変更したものなった。品川水族館のカレンダーにより4種類のダイヤがあり、脱客時は一般塗装車も重当される。かつては、大崎郵便局、平塚中学校、江原営業所付近及び大井町駅西口も、 走行していたが、利用者低迷の影響からか、蒸気のように短縮されている。2010年、平成22年4月1日付で、江原町線とと共に、目黒営業所に移管されたが、2012年、平成24年10月1日付で再び、江原営業所の担当となった。五反大機と TOC ビルを結ぶ短距離のシャトルバス。 専用の中型車、イスズ・エルガミオが収益し、増発時や検査時には一般塗装車が充当されることがある。2010年4月1日にエバラ営業所から目黒営業所に移管されたが、2012年10月1日より、再びエバラ営業所の担当となった。2013年、平成25年、それまで品川区大崎にあった。 立正大学附属立正中学校、高等学校が大田区西馬込の現校舎に移転したため、在校生の利便確保を目的に、立正大学学園と東急バスが契約、旧校舎もよりの JR 大崎駅との間で運行を開始。当時の生徒が全員卒業した2015年、平成27年以降も継続されている。一般路線用の中型車。 イスズ・エルガミオが重当される。シワウラフ島駅近くにある MSC センタービルと JR 摩地駅を結ぶシャトルバス。平日に運行され、朝は10分ごと、日中は25から30分ごとに運行。原則としてドトラックスキロリットルは452系ノンステップ車が重当される。東急目黒線、大井町線の大岡山駅とエバ病院の構内を、 結ぶ、無料送迎バスで2006年4月3日に運行を開始した。患者や病院の利用者が乗車可能。平日のみ8時17時45分の運行、10時55分までは、エバラ病院マイナス大岡山駅間の直行便で土日祝祭日及び年末年始は運休となる。2010年4月1日にエバラ営業所から目黒営業所に移管されたが、 2012年10月1日より、再び、江原営業所の担当となった。原則として三菱不走、ローザが重当される。1950年、昭和25年、東京都交通局との共感でスタート。当初は、くんが原、原、池上警察署バス停打ち切りで、後に玉川大橋まで延長される。五丹田駅と玉地駅の間は、 後の都営バス半90系統のルートをたどり、田町駅から小成門まで日比谷通りを走った後、新橋6丁目から第一京浜国道に戻って、東京駅八重洲口まで運行していた。ちなみに、高輪警察署と見た3丁目の間は、戦前に、目黒営業所の前身の目黒自動車運輸が開設し、目鎌電鉄、東横電鉄を経て、 東京市電気局に渡っていたルートの復活だった。都営地下鉄浅草線千学寺西まごめ間の開業により代替される形で都営が撤退、1970年昭和45年9月20日限りで廃止された。この時に五丹台南は五丹田線に吸収される。五丹駅以北は6系統、そして東96系統と、 系統番号を変えてと A が単独運行した後、交通局第三次再建計画に伴う路線再編成により1982年、昭和57年12月25日限りで、多摩地駅北が廃止。その3年前に廃止された橋99系統と、組み合わせた形の循環路線、半96系統に変更された。その後、循環路線の分割によって、 五反田と田町の間が独立した形で残り、半九十系統へと引き継がれるが、港区コミュニティバス、位バス、高縄ルートとの競合により2015年、平成27年3月31日限りで廃止。分割されたもう一方の、半九十四系統、半九十六系統から独立のみが残る形となった。鶴見線と横浜市営バスの7系統。 川崎線を川崎市幸区の国道尻で停留所を軸につなぎ合わせた路線。沿線には複数の公営事業者が存在していたが終始一貫して東急単独で運行された。1950年代には東京駅まで運行していたとの記録も残っている。横浜線の運行経路を短縮して立ち上げられた。前日の通り、 五反田線の遠藤町からさらに第二京浜国道を降り、三つ池道で左折して、末吉大通りを経由し、国鉄鶴見駅へ向かっていた。鶴見駅では、横浜市営バス29系統と同様に東口に発着していた。中野営業所閉鎖に伴うダイヤ改正の際、孫目め巡管線の移管と引き換えに整理対象となり1981年。 昭和56年5月25日限りで廃止、同時に鶴見駅前から東急バスが撤退となった。森例に系統の区間便として運行されてきたが、1993年、平成5年3月15日付で廃止、森例に系統に統合された。カバの15系統は1999年、平成11年4月1日付で、前年に、 蒲田移転した大田区役所へのアクセスを確保することを目的として新設。運行時間帯は区役所の会長時間に準じており、本数も毎時1から2本程度となっていた。開設当初は土曜休日も運行されていたが、廃止の時点では平日の日中のみとなっていた。基本的に中型ノステップバスが充当されていたが、大型車や 中型ロング車が運行される場合もあった。2017年、平成29年2月28日をもって、新森01系統に代替される形で廃止。1981年、昭和56年5月26日付で、中野部営業所から移管されてきたが、2010年4月1日付で、池上営業所に移管、江原営業所の建て替え工事終了後も現在に、 至るまで引き続き、池上が担当している。中信時代には、初のワンマンカーが運行された路線でもある。同じ品川区に本社を置いている、伊須津自動車と関係が深く、東京急行電鉄が、日産ディーゼル工業、旧、民生デーゼル工業、現在のドトラックスを好んで買っていた1970年代以前でも、BUCJM キュービック、 エルガとイスズ社が事実上独占的に納車されてきたが、2006年より、ドトラックススペースランナー RA が登場。また2009年6月には、ゲバとメグロ営業所から、日野、レインボー9メートル社が転入したが、新車代替により2014年2月までに、全車廃車された。その後2015年3月には、高津営業所から再び、日野、 レインボー10.5メートル車が1台転入するも、これも同年8月に廃車となっている。2014年2月現在は、路線用には、イスズと、ド、トラックスの2メーカーの車が配属し、現在でも大型は、エルガ、中型は、エルガミオというイスズ車が主力となっている。2015年度には、イスズ・エルガハイブリッドが1台導入された。原則として、 大井町線と江原町線カバの15系統は、中型車、五反田線と江原町線森ー2系統は、大型車という使い分けがされているが、カバの15系統には、大型車や、中型ロング車も充当されることもある。数台配置がある、中型ロング車のドトラックススペースランナー JP は、江原町線、森ー2、カバの15系統で運行される。新羽根営業所から転属した。 同キロリットルウーは452缶改めも2台配置されているが、同社は貸し切り登録されており、MSC センタービル契約輸送で使用する。2013年4月、東山電営業所から、日のブルーリボン E748 号車が1台転入したが、2013年8月に、淡島営業所に転出した。また、 かつては三菱不装製のワンロマ社が配置されていた時期もある。所属台数は2013年現在47台。なお港区芝浦にある MSC センタービルのテナント従業員の契約輸送、五反田にある TOC ビル、品川水族館、大田区東行谷屋にあるエバラ病院のシャトルバス、立証高校、 中学校孫目キャンパスのスクールバスの運行受託をしており、MSC センタービル契約輸送は、同キロリットルウーア452巻、海ノンステップバス、シャトルバスは専用のカラーリングが施されたい、L ミを、品川水族館専用車 E763 号車ノンステップ、TOC 専用車 E764.765 号車ワンステップや、 エバラ病院シャトルバス専用の三菱不走、ローザ E6687 が収益している。立証高校、中学校スクールバスは、一般路専用の中型車エルガミオで運行される。これら受託運行は2010年4月から2012年9月30日までは、メグロ営業所に移管されるとともに、専用車もメグロ営業所に転属していたが、2012年10月1日までに、 エバラ営業所に出戻っている。立正高校、中学校スクールバスは2013年に運行を開始した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。